カンガルーの試合、キュウイの試合、秋のチャレです。パール、チャコ、ライチ、アン、ノンちゃん、マヤ、兄貴、シビ、ニャン、リゴピ、やめたんかい。いや、今回はね、完全に ふみ、なんでトムコ、マルコ、トヌコ、アホノコ、働け。いや、お前働いてねえやないか。いや、この人は仕事してでも働けっていう人だ、昔から。お前すぐ会社入り捨てするな。いや、やり捨てじゃないっす。あっち、コロネコ、しずく、調停王、あいまみ、いらっしゃい。やり捨てってなんだよ。やり捨てってない。やばいでしょ。コロン、オセロ、ハート。定期的に社会復帰する。
まあ、でも今回、まあ、ぶっちゃけ、まあ、徳井さんおしゃっこじゃれとペペペペペペペはぁ、まあ、今回でもぶっちゃけさ、まあ、退職っていうよりほぼクビに近いし、仕事は頑張ってきたけど普通に不安を逃れたり、うん、難しい。こちらも綺麗な字で書かれてます。あれとりあえずですね、しい手紙っすね、職場からの俺に向けた。ラブレターか。いや、それはないだろう。よいしょい。即ハロワ行ったら、お前が行けよ。いろいろポコちゃんやしゃい、ストリークやしゃい。なんだか知らんけど、おめでとう。退職か、うん、めぐみだわ、離職票ではないよ。金箔100、メルさんありがとうございます。ペペ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 はぁ、あいつその割に元気ないじゃん。いや、元気ないのは、あの、今日の仕事がめっちゃきつかった。今までの中で一番きつかったからっすね。一番疲れたっす、今日。最後の最後でめっちゃ疲れさすやんっていう。歌でも歌わないとやれないよ。今日給料0円ですね。1円ももらってないし、そして1円ももらってない、ただ働きでした、マジ。それはもらえよ。でも俺辞めれるならいいやと思って、いや、まあでもこれに関してはさ、あの、僕が悪いです。僕が悪いし、まあええです。なんで退職アカウントって、いや、ブラックじゃないよ。理由聞いたら、ああ、それお前が悪いわって言われるから、あえて理由言わない。あえて理由言わない。言ってみろよ。だからお前が悪いんやな。だから俺が悪いって、俺が悪いしかないって普通に、うん、そうしたらそうなるよねっていう。ああ。マティアさんの時なら仕方ない。あ、まあ教えてやるか、なんで今日あの給料なかったか。あの売上金一つなくしちゃった俺、3500円の売上金、ね、ちょうど給料が引かれた。それ
使ったわよ。いや、使ってるんだったら封筒はどっかあるはず。封筒もねえもん。どっかで落としたわ。いや、ないね。売上金をなくすっていうことは、自分のね、自分の給料から引かれるよね。いや、もらい忘れることはない。だって大下っていうところに、積み込んでいくからさ、もらい忘れるってことは、その荷物さえ持っていってないことなんだ。そんなことないね。いや、ポケットに入れてたからな、うん、まあだからそういう人間だからさ、こういうことになってもしゃあないよね。こういうことになってもすごい達筆で書かれてるけど、めちゃめちゃ達筆で書かれてるけどね、これ達筆で。でもさ、でもなんか、死ぬのか。俺はでもね、マジこれを読んだ時にちょっとマジで軽くうるっとしたね、マジで。いや、一応俺らの中でもストーリーがあるんだよね。ストーリーみたいなの。いや、マジでうるっとしたの、本当に今日。マジで。え？いや、嘘つけ。いや、嘘じゃないよ。マジで。どんなストーリー？だって俺が今日会社辞めるのにさ、なんかね、みんな知らない顔、まあそれはそうなんですけど、みんな知らない顔してさ、あ、そうなの。そうなの。まあ頑張れ。朝職場に着いた時に社長から一応一人一人に朝ね、挨拶はしといてって言われて、うん、まあ今日一緒になった人にはああそれか
まあ、頑張れ。この人はまず公爵たれじじいさん、タオルも朝一緒になって、ああやめます、それかよ YouTube か、いやまあちょっと県外出ると思うんで、俺もやめさせろや、仕事をタオル噛んで、俺もやめさせろや仕事、もうだけずるいよ、俺もやめさせろや、こぎゃん仕事、年金もらってるやつしか選んでいいわよ。そもそも間違ったわよ。いやね。そうですか。で、タオルに言われ。いや、笑わしても、本当だって、人は真剣に、あ、今までありがとうございました。今日で終わりますんで、ね、だいたら。うん。それかよ。そもそも、こんな仕事やってるのは間違ったわよ。なんでか、いやだからタオル日記なんだって、ずっとタオル噛んでるから。で、今日はね忙しい日だったから全員集合。あ、遠藤さん着勤迎えると、ペペ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 、はあ、全員集合だったからさ、まあ最後ねあれだと思って、で、あのね、あの口がって開いた人も来てたから、あ、丸丸さんおはようございます、あすいません、今日であの僕仕事辞めることになりました、今までお世話になりました、あ、うん、まああのまずこの人に関しては会話不全だから、スタートから最後まで一回も会話したことがない。切れる、あ、でも、たなんか一回、でも、切れるときだけめっちゃ言ってくるけん。おじいさんだね。で、あのスピード強に、あ、お疲れ様です、あの仕事をやめ、あの仕事辞めることになりました、今までありがとうございました、どうせ続かんわんな次の仕事も、ぜこいつと思いながら行ったよ、正解です。だからあえてそこは我慢したい。で、あの、で、あのなんかしょっちゅう休む人。しょっちゅう休む人が2人来てて、今日、あ、今日、あの、まあ、この2人あんまりそんなに一緒になったことないんだけど、あの、あ、今までありがとうございました、あの、やめます、あ、そうか、頑張れ、でもう1人の人は、あの、あ、そうか、頑張れ、でもう1人の人は、なんか、あれやね、うん。まあ、なんて言ったっけな、なんか、うん、
まあ、こげん会社どれでもいいわよ。やめたやめたみたいな感じだったね。まあその人はまあ推定そんなに関わりないから、そもそもその人です、あのそもそもスマ出てきてねえし、やっぱここの連中はおかしいわと思って、統率力がチーム力チーム組織力っていうのがやっぱだいぶ低いよね、組織力が。で、あ、最後にね、一番お世話になった人に、ね、まあ、いろいろ相談とかしてた人に、あの、あ、今日で終わりです。ありがとうございましたって言ったら、終わった後で話があるって言われて、え？職場で喧嘩とかある？うん、だから俺が喧嘩したって。で、あの、まあ結局帰るとき会えなかったんだよね。会えなかったんだけど、あの、時間がずれちゃったから、俺が一番遅くなっちゃったから。だけど、あの、俺の車の中に、まあ、俺、あの、鍵開けてるから、車のとこに、あの、こう刺さってて、手紙が。手紙が刺さってて、後で読もうと思ってたんだけど。いや、請求書じゃない、ね、あのすごいさ、うるっとするんだけどさ、字が達筆すぎてさ、なんて書いてあるかわかんねえんだよね、マジで。なんて書いてあるかわかんねえんだよ、マジで。これすごい、なんかあの、なんだろうな、なんか筆記体とかなんとか体とかあるじゃん、なんかこう続けてこうやって書くやつ、あれ読めねえんだよマジで、あれ。いや、まあとりあえず、でもなんか なんとなく言いたいことはわかるから、いやでもなんかちょっとマジでね、あのうるっとする。なんかなんだろうな、やっぱりあの仕事しててやっぱいろいろ喧嘩してたし、読めないのに泣けるの。いや、なんとなくこれ。まあ、いろいろ喧嘩したし、なんかその、まあ、短期間だったけど、ね。いや、これは能登半島に来たんだね。短期間で、なんだろうな。まあ、普通に、まあ、あいつらからしたら、あいつだからしたら、だから俺多分めちゃくちゃうざい人間だったと思うね。うん、だって待機の時もさ、誰も話しかけてこんし。誰も話しかけてこんし。まあ、あのスピード狂みたいなやつがね、いや別に話しかけられたくもないけど。
で、あいつら年いってか 老人で老害だから、年いってか若いやつはムカつくんだろうね。生意気に思ったんか。まあそれもあるだろう。これを見て、なんかちょっとマジでうるっときたんですよ。マジでうるっときた。いやこれ読むとね、ちょっと涙が出ちゃうんですよ。そんなになんか別にこの人とすごくね、あの何でもの付き合いしてるわけじゃないけど、いやそういうことじゃなくて、そいつホモだろ。わざわざ手紙くれて、俺のことを気にかけてくれてて、読めないな。卒業論文が、手が震えるっていうか、読んでいいっすかね。1年続けるいや無理だろ。もう泣いてるやん。泣いてないよ。いや迷惑かけたもんな。やっぱこれマジで結構ね来るわ。手が震えるよこれ。あかん、これマジで読めんけど。これここで海薬くんから連絡が来たの。海薬くんって俺すごい絡み合ったっけな、海薬オタルみたいな名前の人や、火薬オタルじゃないっけ。なんだっけ。もうやべえ、これそんな急にそれが出るから、まああの俺の中でも感動のシーンがちょっと一回バグった。やべえやべえ、泣けんくなった。あ、火薬ったる。ちょっと待ってよマジで、このタイミングでやめて、目に連絡してくるの。BGM かけていいですかね。 BGM BGM 何の BGM ですか。やっぱこれ BGM ないと。いやでもこれはマジで本当に、いやでも本当にこの手紙はマジで一生取っとく。なんでマツケンサンバなんだよ。アンジェラーキー、いやアンジェラーキーか。手紙、ああそれね。いや絶対してないよ。いやマジでこれは本当にあの冷蔵庫に貼っとくっす。これは家の、これイカルドも多分
結構心打たれるわ。冷蔵庫に貼っとくぞ。辛い時にはこれを見て。額に貼るのかおかしいだろこれ。額までやんの？そこまでやんの？なんて歌なの？わかんねえんだけど、なんて歌だっけ？あ、これか。新速じゃねえよ。この次漢字が読めないんだよね。漢字が読めない。おいね、BGM 消えたやないか。いや、俺は結構やっぱり いやあなたたちは感動する必要はないんだよ。俺は今までにお世話になってるから、もうそうだよなと思って。お前が泣いたの気持ち悪い手紙だね。退職でそんなのいらない。いや、それはいるでしょ。いるでしょ別に。これはあの人が俺に思ってくれたことだから。初めてだよ。で、社長に電話して、あ、これで仕事終わりましたっつって、仕事終わりましたって泣いてるやないか。いやいや、それ泣くやろ。あの人にはなんか、あの人が本当になんかすごいいい人だったからさ、なんか俺の親父みたいな感じで。で、社長に、まあ、最後は社長だよね、電話して、今までありがとうございました、ね、で手紙ももらって、なんかね、まあ、こんなね手紙もいただいて、丸々さんからの手紙もいただき、すごくありがたいです、ありがたかったです。社長もね、健康に気をつけて頑張ってください。まあ、ありがとうございました。は？何言っとる？すいません、どういうことっすか？いや、さっきだって朝やめるみたいな。あんた、車のお金払ってないよね。あれどうするの？あ、いや、まあ、ちょっとまだ払えないですね。とりあえず6万8000円を給料から引くから、6万8000円分働いてから辞めてもらうよ。俺も、私もわしも朝忘れちゃったけど、6万8000円を払ってもらわんと辞めさせれないよ。さっきの涙何みたいな。
え、どういう、違う。いや、お金、いや、これ6万8千円を、だから、松本さんが6万8千円を、だから、その、会社持ってきてくれたり、振り込んでくれたらいいけど、お金が払わないと、車の、保険数かけてないから、いや、それだ、その、それ払わないと、こっちも困るんだけど。いや、だから6万8千円払ってからとりあえずやめてね、お疲れ。はあ？いや、意味がわからない、マジで。いや、なんとかさんっていう人にはさ、新天地でも頑張ってって言われたのに、俺、普通にさ、また、おはようございますとか言って、またお前この人と挨拶せんといけんねん。普通に。いや、どうにかそうにかそれはしたくないんだけど、マジで。いや、マジで。これどうすんのこれ。いや、まだやめらんのか。6万8千円払えとか言ってきたしね、社長が。車の壊れたお金。いや、どうすんのこれ、マジ。ほら、働きたくねえんだけど、俺。いや、シーズン2の始まりやじゃねえんだよ、マジで。いや、これ見たらすげえ俺もさ、今も多分泣けてきたけどさ、最後の社長の一言でさ、マジでさ、全部ない、すべてが泣いたんだよね。しかも俺、その6万8千円も俺、ただ働きなんだけど、俺。一番給料が出らんねん。全部、その、車のお金全部引かれていくやつだね。しかもなんなら車検うちで通したら安いよってまで言われたし、いや、でも12万かかるで、12万かかるで、6万でやってあげるからって言われて、もう12万分をただ働きせんといけなくないぞ俺。いや、どうするこれ、意味がわからん、マジで。でも6万で通してやれるからって。いや、新天地でも健康に気をつけて頑張ってください。君ならできる〇〇の〇〇の会〇〇 PS 仕事中に携帯はいじるなよって書いた。これこの人とどうやって顔合わすの、これやばいだろこれ。まあ普通にここまでさせて、マジで意味わからん。また普通におはようございますって会ってどういうことやってなるやん。いやばいくねこれ。みなさん、金箔です。フェペペ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 ペ、また初めましてっていうの。いや、だから普通にできるかできないかではなく、やるかやらないか、その心が全てを決める。迅速な行動は人の心を打つ。その積み重ねが信頼となって、やがて、隣、やがて深い絆が結ばれるって。結ばれねえよ、これじゃあ、もう。マジ気まずいんだけど。6万8千円、ちょっと、どうしよう、マジ。しかもなんか車検でうちでやれとか言ってきてるしね。一面すごく安くしてるから。いや、マジどうしようこれ。え、どうしよう本当に。丸々さんにはもう完全にこんな感じで感動の別れになって、社長からはまあその分のお金だけ払ってからやめろと言われてね。
いやさ、草刈り日当上がるとは言われてたけど、別にそのこっちもそのやりたくないんで、ずっと、うん、それ何年もやりたくないので、もうここでこれで手紙もこういただいてるし、もうこれでもうやめさせろよな。お金はちょっとマジか。いやシーズン2は明日からじゃねえわよ。いつでもいいけど、とりあえず席は残しておくけん、あのどっちにしろあの帰ってきたらあの仕事出てもらうよって言われて、しかもただ働きで、やばい普通に。いやもうだから普通にさ、ここまで来るとさ、あのもうちょっとさすがにちょっとあのアンマーに迷惑かけるわ。6万8千円だけ払っといてって。いや働いてマイナスなんだけど、まあこれシーズン2マイナスでしかないんだけど、これ。やばいだろこれさすがに。やばいだろこれ。いや俺はこれ貼っとくよ、これマジ。これは本当にこの冷蔵庫に貼らせてもらう。これはただもう絶対この人とは会えない、うん、俺はもう この人とはもう二度と会いたくない、うん、こんなこと書かれて次の日からおはようございますじゃねえんだわマジで。絶対会わないよ。だからマジで本当にちょっとイカルドに払ってもらうしかないマジ。やばいねマジで。会えねえよこんな書いてもらって。会えるわけないだろう。逆になんかもう本当なんか俺があの人騙したみたいなよね。人さすがにもうちょっとやばいってマジ。いやまた退職できないんだよ結局。結果退職できないんだよね。6万8千円の件があって。はいだろマジで。いやだからこの町老基使うべきだろこれも。手紙に感動しまして帰ってきましたって言うたらまだ知らねえだろうな。多分お金を払ってると思ってるって言ってるんだろうな、この手紙書いてくれた石川県の能登半島に来たの。すごいでしょうね。さすがにやばいだろお前。6万8千円ならちょっと今無理だけど、この車の集まらない、これで車検までうちでやりねえよって言われたら、12万8千円払わんといけんし、お金ないんだったらあの給料天引きで全部引いてやるぞって言われたけど、いやでも確かにそれの方がいいかなと思ったけど、でもそういう問題じゃねえんだよ。いやマジどうしようマジで。労基使っても6万8千円払わないと。いやだからそのまあ、チャンス心霊現象かそのアングル、しげえわや。ちょっとイカルトさん助けてください。会社に6万8千円を振り込んでください。壊れた車代あんた払って。
いや7万払えばいいだけやんって7万なんかさ無理だろ今。無理だろ。高額すぎるやん。でもね、あの確かにね、俺が乗ってるね、あの軽箱番がね、どん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 へこみが広がってんだけど、あれなんだ。あれへこむと へこんでるとこ広がっていくのあれ。いや配信で稼いでるよっていうか、車のお金ですごいアップアップしてるのにそれで無理だよ。俺が6万8000円払おうか体で。え、どういうこと？君にしゃぶらせるの俺は。まあいいや、とりあえずちょっとイカルドさんに払ってもらおうか。うわー、イカルド頼りたくねえんだよなマジで、うるせえから。え、僕の好きな言葉があります。お金を払うか払うか払うかだ、次の職場でも頑張れ。いや、うるせえよ。いや、だから退職して、いや俺の中でも退職してんだよ。退職はしてんだよ。もう俺はもう退職してるんだけど、6万8000円がどうのこうのとか言ってるの。あの車壊してお金、もうあの次今の状態で働いてももう俺あのもう心ないぞ。 そこにあらずだよ。そもそもその人ともまずそもあの気まずいしね。あ、給食ってことにする。いや給食ってなんだよ。心ここにあらずってやつだよマジで。いや普通仕事中やらかしたら会社の責任なやつでしょ。うん、でも物損事故のお金はそのなんか保険がどうのこうのとか言って、それはもう払ってもらうと困るわみたいな。元からないから携帯いじってるんだろう。どういうこと？あ、和久さん、お酒やからせ、フェ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 、はあ。止まんかったわ。古っ。いや雇用契約書もまだ結んでねえしな。そうだね、一旦イカルドに建て替えてもらうか。それしかねえよな。うん、建て替えてもらうか。口座番号も教えてもらったからさ、口座番号に振り込んだきゃいいね。
もう分かんない、だからそれ払えって言われてるもん。めんどくせえわよ。その後はちゃんと返す。うん。月1万円ずつ。何のお金しょ。だから俺が前あのさスピード橋がさあの早く行き過ぎるからバックしたら人んちのあの瓦にぶつけたんだよ家に。そしたらあの車が後ろがバーンコーンへこんでしまって。あリボンしてきなきゃあれですよ。いや俺が悪くないよ。あいつはスピード強が一気に行くからさ、俺も焦ってさ思いっきりバックしたらドーンって人んちの家にぶつかったね。あリゴン金のお茶漬けがかれとペペ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 はーあれ？そうか。平八に頼まんと無理だなこれ。まあやった本人が悪い。そうなの。うるさいって言われる。確かに考えても。もう2、3だったよ。ん？やめたの？ん？やめたの？え？やめたの？何？仕事？違うわ。行くよ。うん、あの仕事辞めたんだけど。仕事辞めたんだけど。あの仕事辞めれさせてもらえなかった。あの室外機さ、室外機壊されてるじゃん。あれ修理されてないよね。え？お金もらってんの本当に？そうですね、爪楊ではないですね。これでここ攻めれば。じゃあいかんだ。なんか78銀とか打てばもう1枚入りそうです。いや俺なんかあの当てた車のお金請求してそれ払うんとやめさせれんけどってあれ当てた車って会社の車だ。当てたの。いやバックした人のチームぶつかった。いや冷静です。でもねえ？そういう請求してそれをお金を払わんとやめさせられるってことだろう。それは当たり前のことだろう。いや人の家の方はあの保険で車の方が破損してる。車の方が破損してる。ちょっと後手陣怖いですから。いやいや、おかしいだろ、普通に。全然おかしくないな。5号銀から6、6銀が。いや、すごいです。そうですね。保険を見せて。いや、そうだよ。そうですね。そこを受けても、基本的になんか攻められて終わっちゃうだけだと思って、しちゃいますね。え、ちょっと6万8000立て替えてくれ。で、玉が見える形にはなってですね。ちょっと母親に頼むわ。社長が払えばいいよな。でも2階の部屋か。魂抜けたんか。いや感動の終わり方がなんだよみたいな感じになるだろ俺普通に。
お前こんな普通に。もう行きたくねえしそもそも。で行ったら気まずいし逆に。行ったら気まずすぎるだろ。でしょ。車がポンコツだからだろうね。うん。おい。止められんか。いやじゃだから本当はダメだと思うけど。社長に電話するか。うん。電話早いわ。そしたらええわ。電話できる。いや、したが早いでしょ。して、やっぱり車のお金を払うのは僕ではないと思います。忙した人は悪い、うん、いや知らんけどなんかうまいもん食うわねとか言ってたけど何の話や、うん、全く意味が分かんねえ。いやそのローキーに電話するよっていうそういうなんか脅しみたいなのはちょっと言えないですね俺は。確かに。ちょっと違う従業員の人にちょっと聞くわ。あ、帰ってきた。帰ってきた。行かれた時払ってもらう早いか。携帯からかけないの。だってこっちの携帯だから電話つながるの無理だろ。いや、これさ、冷蔵庫貼っといて、これ。これいいこと書かれてるから。今日仕事辞めたんだけど。めっちゃ達筆。うん。だけど、仕事。おかしいだろ。いや、これはちょっとうるっとくるだろ。すごい。君のような優秀なスタッフ。ちょっとなんか違うんじゃね、うん、すごい、でもなんか優秀だろ。嬉しいでしょ。いや、嬉しいよ。
いや、で、あの、で、これであれしたんだけど、あの、社長に、あの、帰り、カバン報告で、今日で、じゃあ帰りますって言ったら、いや、カバン報告で、帰りますって言ったら、あの、あ、ごめん、ちょっと忘れてたけど、あの、車のお金払ってもらうといけんわって、それ払えないなら、ちょっとやめさせることできないわって言われた。何の車？いや、会社の車のぶつけたやつ。嘘でしょ。いや、マジ。それ払わんといけん。いや、払わんといけんって言われたけど。あんた、ちょっと電話してよ、じゃあ。いや、ちょ、忙しい今。いや、俺も電話しづらいけど、電話してよ。なんで、そんな、なんで、あんたのことは私が。だから俺だってもう、ここなん、こんな、こんな書かれてて、もう仕事いけらんだろ、お前、これ。どんな書かれたの？うん、いや、こうやってもう、あの、次の新天地でも、健康に気をつけて頑張ってって言われてるのに、またお前おはようございますって一緒に会うんかい、仕事すんかい。それはだってしょうがないでしょ。いやいやいや、しょうがないでしょ、じゃない。私は今忙しい、本当に忙しい、本当に今日めちゃくちゃ忙しい。いや、じゃあ、いや別に忙しくてもいいんだけど、忙しくてもいいんだけど、あのご飯炊いとっても何個も食べた。いや、炊いてなかったし。なんでご飯食べとれば。いや、それこれ昼飯だし。いや、そんなことはどうでもいいんだけど、あの、これまだ時間がない、ご飯だけで全部食べる時間。いや、そのお金なんだけど、お金が68,000円。そんなにかかる？いや、わかんないよ。68,000円。6万。6万。なんで？それはあんたが払わんといけんの？だけなんで俺が払わんといけんの？で、じゃあ、あの、室外機当てた人はどうやってお金払ってきたの、そもそも。お金なんかもらってないよ。は？いや、さっきお金渡したって平八が言ってたけど。渡したとは。ていうか室外機なんか修理されてねえじゃん。だってあれお金もらったんだって。もう修理できんって言われて。あ、お金もらった？じゃあもらってんじゃん。保険会社の人。保険会社からお金が入る。もうあれは修理不能だって言われて。じゃあなんで俺は保険会社がなるの？分からん、そこは。だからそこ聞いてみてよ、社長に。なんで私がそんなこと今もう返して、もう本当に忙しいんで。いや、おかしいだろ。じゃあ68,000円立て替えてよ。自分で。いや、なんでそんなに払う。あんた何のために仕事した？お金。いや、だから、いや、で、社長に言われたのは、あの6万で車検も通してやるから、あの128,000円をあの後払いでいいから、あの払ってくれて、給料手から天引きするけどって言われた。いや出るけど、だからその来月からって言われたけど、7月から。あれ、横浜行くんですけどって言ったら、いや、だからそのお金払ったら行ってもいいよって言われた。は？いや、だからその車のお金と車検をうちで通すんだったら、全部で128,000円。タイヤはどうすんの？タイヤだけは、あの、その自分で買ったとこでそのやってもらって、そのタイヤだけはちょっと直してもらって、冬タイヤでも交換しておいてもらって。ね、なんちょっと頼んで、お母さんにはね、自分で全部して、自分で。もういい年なんだけど、そんな自分で考えて。じゃあ、自分でってどうすればいいや。だから自分ですればいいから、すべて自分で。いや、俺ヤバすぎる状態だろこれ、マジで。どうすりゃいいや、マジで。何のために働いたか分からんね、それじゃあ。お金、あ、その修理代払うために働いてるもんだよね。うん、修理代。いや、だから修理代と車検代のために働く。7月から修理代と車検代のために、あの、ただ働きってことだから、引かれていくから、どん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 。だから何ヶ月働かんかんといけんの俺、そっから。そんな車ぶつけたりとかするなら働かんでもよかったにね。そんなお金取られるんだったら。うーん、だけど、ちょっとだから、社長に、じゃあ分かった、俺が電話する。いい年してる。ああ、分かった、電話するわ、もう。俺が。いや、俺がやったことじゃねえわよ。スピード系のせいだろ。俺何も悪くねえわよ。その先に従業員さんに電話してたわ。
あ、もしもし、お疲れ様です。あ、松本です。はい、会社の僕今日これで辞めることになったんですけど、会社、あ、そうです、そうです。で、会社の車をなんか僕前ぶつけたじゃないですか。で、あ、そう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 です。お金をなんか払わないといけないって言ったんですけど、保険使えないですか。え、どういうことですか。え、か、会社の車は保険使えないんですか。え、お、ああ、え、じゃあ俺の車の俺の保険だったら使い、それを社長に言えばそれやってくれるってことですか。ん、俺が手続き、はい、ああ、なるほど。じゃないと手出しになるところですか。ああ、いや、したくない。うんうんうん、わかりました、わかりました。はい、いや無理だわ。会社は保険使わんって言っておるらしい。なんでやれんだよ、これ聞こえてるやろ。やっぱ飛ぶしかねえな、やっぱ飛ぶしかねえわ。なんだこれ、やっぱ飛ぶしかねえわ。やっぱ最初スタートから最後までやっぱダメだったな、これ。あかんわ、これろくでもねえよ、これ。それはやばい、知らないもん。そいつめないと飛ぶしかねえよ、マジ。うん、やば、うん、まあ、なんかあったら能登半島に来たに電話するし、そっちでまた助けてもらう。うん、飛んで問題ないわ。あ、確かに飛びます。ということで、じゃあ僕はなんかちょっとなんかあまり良くない終わり方になったけどね、うん、まあ、飛ぶことにしました。うん、ん、飛ぶ、うん、言うこと聞く必要ない。外部気圧、あんまりなんかあれだな、後味悪いようなこのやめ方。